はい、アンズちゃん、あなたの譲渡会に向けてですね、こんなものが購入されました。さて、この中でアンズちゃんに似合うのはどれでしょう。これアンズちゃんにはこれがいいということでこれを購入しました。そしてアンズちゃんのを買うときにみんながねえっていうことになってこれは誰でしょう。ジャン君用です。そしてこれはカオリン、カオリン、白い毛にこのピンク、ピンク色が似合うでしょうということですね、うん、それからアンズちゃんは、ピンクの花のついたなんだろうな、クリーム色のベルト、レモン色みたいな、レモンかね、うん、そしてこれはポンちゃん、オイランみたいな感じのポンちゃんです。オイランみたいになってますよ。いいね、舞妓さんとか言ってほしいよねさあ、じゃあまずはジャン君はつけてくれるでしょう、うん、そしてあこれね、それは無理。カオリンはまだまだちょっと難しいね、うん、そしてアンズちゃんもちょっとごまかせば大丈夫でしょう、うん、でもアンズちゃんはね当日でもいいかなって。あ、そっか、うん、譲渡会でね、うんうん、無理なら譲渡会でつけましょう、うん、ファッションショーは見送りです、うん、だって汚れちゃうっても嫌だしね。そうね、うん、そして、ポンちゃんのこれは大丈夫でしょう。ポンちゃんはね微妙だけどね、うん、はい、じゃあ後でつけましょうね。仲良しですね、うん、ジャン君、ジャン君はいい子だね。きついかな。あ、ポンちゃん逃げなくていいのよ。あれポンちゃん、あ、ジャン君まで。なんでですか、ジャン君。少し緩めだね。緩い？うん。少し余裕があるっぽい。はい、かおりん。そこだと結構近いね。こんな感じに。ですか。もうなんか外すぐ出られるよ香り。みんな初めのうちは全然出る気がないんだね。香り、気持ちですか。
もんなの。チョコレートかしょうか。よいしょ。はいはい、はい、いい子だね。はい、かおちゃんお腹ついたのね。はい、どうぞ。おいしいね、おいしいね。このままだね、かおちゃん。うん、いい子だね。おいしいな。うん、いい子だ、いい子だ、かわいい。中猫あんずになってるよ。はい。じゃあいくらね。はい。ふんじゃふんじゃ。ふんじゃうとこだよ、あんちゃん。そこなの。はい、どうぞ。はい、いくらね。よいしょ。ありが